れた。こんばんは。あ、こんにちはか。ん？こんばんは。どっちだ。どっち？こんばんは、こんにちは。あ、こんにちはか。微妙な時間ですね。え、そう、なんかそうなんですよね。こんにちは、こんにちは。ナギチュワマすごい。今日はね、メイク変えたんですよ。わかる？わかんないか。ちょっと変えました。画面を拝ませていただきます。そう、そうなんです。頑張れ、ありがとう。唇の形綺麗、嬉しい。なんか暗い気がしてきたよ。佐渡で寿司食いながら見てます。どうでもいい。何の報告。昨日は配信じゃなくて、お見送りができなくて、配信もちょっとできなくて申し訳なかった。このね、これね、めっちゃ可愛くて、ここリボンなの。めっちゃ可愛くない？しかも色が水色と白、ちょっとベージュっぽいけど、めっちゃ私っぽくて可愛すぎて、あのポチりました、見た瞬間。配信するためにお見送り休んだと思った。なんかそう思ってる方が結構多いんですけど、全然違くて、全然お見送り、ん、違う、配信のためにお見送り不参加だったわけではなくて、ちょっといろいろあってですね。喉の調子は大丈夫？え、なんかね、割とね、まだダメだった。ハッピーハロウィン。昨日久々にみどもりをした気がしてて、私みどもりといってもあのポジションが本当に久しぶりで、立ち位置とかめっちゃもう、あれどうだったっけってなっちゃって、よかった、ありがとう。
顔面を拝ませる回だからちゃんと顔面を拝ませる。めっちゃ可愛いありがとう。ネギちゃんお見送り、あーそうだね、連続でお見送りしてない、本当にごめん。メイク目尻変わった、え、そうなの、今日ちょっとね変えたんだこの辺とかよくわかったね こんにちは。なんか久しぶりに前座やったって感じする。こんにちは。この時間の配信めっちゃ初めてかも。わあ、ストーブ止めました、暑かった、めっちゃ。本当にさ、顔面見せびらかすだけの回になっちゃいそう今日はね、私のおやつ、コアラのマーチ、これ間違い探しらしい凄い変なお腹だった。なぎちゃんブーツとか履くの？私はもう冬はずっとブーツ履いてる。なんかね、今日はね、いろいろやりたいことがあったんだけど、午前中はずっと寝てて全然やりたいことしてない。なんかもう最近本当に夜に弱くて、なんかね、夜更かしとかめっちゃしてたんだけど、もう本当に最近夜更かしできなくなって、そう、なんか私あの絵を描くのがめっちゃ好きだから、その夜とかもういつでも寝れる状態にしてお部屋で絵を描いて満足したら寝るっていう感じだったんだけど、最近本当にそう夜更かしができなくなってそれでそう最近全然絵描いてないの確かに風邪ひいてるからかな。
だから午前中ちょっと寝ちゃってたけど、本当は絵描いてとかしたかったんだよね。日刊のやつも書かないとだし。さあ次は誰でしょう。でもいつも今月いつもはっていうかいつも2人書いてるんですけど、そのうちの1人はもう書けて、めっちゃ自信あります。今回は結構本気を出させていただいた。日刊の毎回楽しみ、どれぐらいで書き上げるの？そうだな、なんかね割と日によるっていうかその人によるけど、先月のレイナさんとナナは1日結構ギリギリ、締め切りがギリギリに迫ってて1日で書き上げました。けど今回はちょっと早めに取り掛かりたくて、早めに1人目を書き終えて2人目も書く予定であります。なんか私その高校の時とかテストあるじゃないですか。テストって大体早く終わるじゃないですか、時間いっぱいあるし、模試とかで、その問題用紙とかなんかすごい空白、なんかめっちゃ絵描けそうな空白があるじゃないですか、問題紙とかって。そこの空白にぎっしり絵を描くのが好きで、テストを早く終わらせてめっちゃ絵描いてたんですけど、もうね今ねそういうのないからね。しかもさ、私あの絵を描く紙がもうなくなっちゃいそうで買いに行かなきゃって忘れてたんだよね。なんかコピー用紙あるじゃないですか、こんくらいの束になってて、なんかツタヤとかに売ってるやつ、なんかそれを買っていつも絵を描いてるんですけど、高1の時になって未だになくならなかったんだけど、もうそろっとなくなってきて、やばい、買いに行かないとなのに忘れちゃうんだよね。仕事終わった、お疲れ。そろっと、そろっとってさ、あそうだ、なんかそろっとってさ新潟だけなんでしょ、あれ新潟だけなの、なんか私めっちゃそろっとさってなんか言ってたらさ、そろっとみたいな言われたことあってびっくりしたね。え新潟だけなんだね、本当にびっくり。よろっとはあんま言わないんだけど、そろっとは言う。
絵って何歳くらいから描いてるの？そうだな、もう物心ついた頃にはもう描いてた気がする。なんかお姉ちゃんがめっちゃ絵描いてたんですよ。お姉ちゃんも絵が好きで、それの真似っていうか真似で絵を描き始めて、別に絵を極めようって思ったことはないんだけど、好きだから描いてた。絵うまく描ける人尊敬する。でも私は絵とかより運動神経いい人めっちゃ羨ましい。絵描けなくていいから運動神経上手、上手じゃない、上手くなりたかった。運動神経良くなりたかった、めっちゃ思う。あ、落ちちゃった。コアラのマーチの絵柄いつも大好きなんですよね。なんだろうこれ、釣り釣りをしているコアラ。うん、なえちゃん運動神経良さそうなんだけどね、顔だけ見たら私もそうよく言われるんだけど、うん、どっちの顔面を拝ませる配信なの？どっちって何？どっちってどういうこと？私しかいないんだけど、怖いこと言わないでよ。私がコアラのマーチか、あ、そういうこと？私に決まってるじゃん。私メインなんだけど、どう考えても。昨日さ、誰だっけ、あゆ？あゆだったか誰だったかにめっちゃ痩せたねって言われたんだよね。風邪ひいてたからかな。ダイエットもやめたんだけど、だいぶ前に。あ、これはこれバレーボールですね。バレーボールをしていようとしているコアラ。うん？嘘。ちょっと痩せたのかな、じゃあ。でも風邪ひいてるときに結構なんていうの、食欲はあったんだけど喉が痛いからなんかゼリーとかなんかエナジードリンク系、オロナミン C とか、オロナミン C じゃないよ、なんだっけ、
リポビタなんだっけ、リポビタミンなんちゃら生きがいありがとうとか、なんかそういうのばっか飲んでたから、固形物あまり食べてなくて、だからかな。なんか普通にご飯食べれるよって言ったらママに、なんかめっちゃちょっと辛そうなカレーとか出してきて、いやそれはさすがに食べれないわって思って、ゼリーとかばっか食べてたんだけど、今考えれば自分でおかゆとか作れよって話なんだけどさ作るのめんどくさくてゼリーを食べまくってました。こんにちは。友達の差し入れあるなんて優しいよね。え、それな、超優しいよね。なんか私がもう本当にコンビニ行こうかなって言ってでもさ、コンビニ行くのめんどくさいんだよねみたいなこと言ったら、じゃあ私行くよって言っていろいろ買ってきてくれて、わがまま言ったけど買ってきてくれた。本当に優しい。いや、持つべきものは友だね。名言。待って、10月終わっちゃうの？よっこいしょ、早すぎ。この前10月始まったばっかじゃないの。逆にブースティーから10日しか経ってないの。マジかよ。結構衝撃。こんにちは。前髪が変。今年のハロウィンお菓子もらえるかな。お菓子いっぱい食べたいな。お化け。ハロウィンさ、好きなんだけど、私お化け苦手なんだよね。本当にお化け苦手なんかさ、ホラー映画とかさ、なんか
パパとかがよく見てるんだけどさ、本当に私苦手で、めっちゃ可愛いんだけど、これ何抱きしめてるのか分かんない。布団？これは布団を抱きしめてるコアラ。美味しい。仕事終わったので拝みに来ました。あー、いらっしゃいませ。どうぞ拝んでってください。好きなだけ。あのさ、本当に苦手でさお化け、そのパパとかがリビングで見てると、でもやっぱなんていうの、怖いのってさ見たくなっちゃうじゃん。だからちょっとこうチラッチラッって見るんだけど、やっぱり怖くて、そう、たまたまチラッって見たシーンがめっちゃ怖いところのシーンで、あのおトイレ行けなくなるとか夜中にお化け屋敷もダメ。でも私高校の時お化け屋敷でお化け役やったんですよ。リップ塗ろうと、よいしょっと。やばい、私今日バナナなんだよね、舌。よいしょ。お化け役は得意そう。そう、お化け役はね結構好評だった。バナナナギそう、もうねちょっと寒くなってきたけど、まだももちゃんとファホからもらったバナナを着てる降り始めた。ねえ見て、なんかねこの前ガチャガチャでね、なんかもう超懐かしい、なんだっけこのキャラクター、あわわちゃん、あわわちゃんのさガチャガチャ見つけてやったんだけど、これちゃんとガチのノートになってて、中身がなんか超懐かしい。本当に見て、これ心理テストとか、こういうちゃんとノートになってたりとか、めっちゃ可愛くて使いたいんだけど、使う機会なくて。でもめっちゃ可愛すぎてさ、でも広がりがすごいんだよね、ほら可愛いよね。これ何に使おうかなってずっと考えてて、めっちゃちっちゃいからさみんなに名前書いてもらってお守りにしようかなとか思っちゃったりして。そう、あのね、あのこれ前話したんだけど、私サホと二人でお出かけした時にたまたま占いのポップアップがやってて、あのサホと占い行ったんですよ。そしたらね、霊視っていうのがあって、そうやったの。
でいろいろ言われて、で私の守護霊、これさ話していいのかな、あんま良くないのかな、私の守護霊が3人いて、1人が男性で2人が若い女性で、でその1人の女性が私のことが大好きで、めっちゃ頑張って守ろうとしてるみたいなっていうのを聞いて、やっぱそういうのっているんだって思って、それ私です。まあ、ちょっとありそうで怖いなね、すごいよね。で私いろいろ聞いたんですよ、そのアイドル、私ってアイドル向いてないと思うんですけど、どう思いますかって言ったら、なんか本当にその仕事が向いてなかったら、なんか病気とか怪我とか何かしら、そのなんていうの、守護霊がなんていうんだろう、守ってくれてて、その仕事から離れた方がいいよってなったら怪我とか病気とかするんだって。やっぱりでも私全然知らないから、そういう重い怪我とか病気とか、だから全然向いてないことはないですよって言われて、あそうなんだと思って。あと私にはなんかスター性があるらしくてなんかその力がまだ今は眠っててみたいなことを言われたんですけど、まあ、占いって信じるか信じないか自分次第だから、そうあんまりねどっぷりハマっちゃうとねやばいからねそうなんだくらいにはしておくけど、やっぱ占いっておもろいなって思って。うん。ね。でもさ、そういうの聞くとさ、なおさら、あ、やっぱお化けっているんだって思っちゃうからさ、怖くなっちゃう。スピッてるなぎちゃん見てみたい私がスピっちゃったらもうやばいと思う。朝の情報番組とかの占いで一喜一憂するタイプ、なんか割とそうだった。目覚ましテレビとかの、私カニ座なんだけどさ、12位だと落ち込んでた。でなんかその日ちょっと嫌なこととかあったら、あー占いが12位だったからだってなるけど。こんにちは。そうそう、でももう12位はまだ救いがあるじゃないですか。そんなあなたにはこちらドドンみたいな。けど11位って何もないから、11位が一番嫌だと思う。そう嫌だよね11位。私が黙ったら顔面を拝ませてるって思っといてただ話題がないだけだけど、今日からカニ座もチェックするね。おお。チェックしてチェック。なんかね、私の友達が、新潟県って心霊スポットがあって、姫川病院って知ってます？どこだっけ、糸魚川だっけ、だったかにある心霊スポットがあって、
そこに行ってたんです、私の友達が。でその友達は本当にお化けとか信じてないタイプで、で怖いよねで本当に信じてなくて、その子ホラー映画とか見てもうわすごいクオリティ高いねこの作り物みたいな感じなんだけど、その子がやばいなんか声聞こえたって言ってて、あマジでやばいんだなって思って、そう心霊スポットとかね近づかない方がいいですよ、面白半分で。なんか連れて帰ってきそうでやばい、それなちゃんとお祓い行ってからあの遊んで私と私お化け屋敷入ったことないよ、嫌だから。うん、なんか割と新潟って新スポ結構あるよね。ホワイトハウス、寺泊まりのとか、あとどこだろう、あんまないかな、あんまり聞かないかもね。でも私の恐怖体験をちょっと話すとですね、あのまあどことは言わないんだけど、普通に友達と夜遊んでたんですね、高校生の時に。そしたら後々分かったんですけど、そこで遊んでた場所が心霊スポットだったっていう恐怖体験がある。なんか霊感のある友達がいて、私でなんかついてないって言ったんだけど、何もついてなかったみたいで、それは良かった。何もなかった、安心安心。ヤヒコからはパワー感じる。ヤヒコもね、なんかねちょっとね夜はねまずいっぽいね。なんかね夜中の神社ってちょっとやばいらしいんですよ。夜中の神社ってやばいらしくて、神様が離れるからそこに悪いのがいっぱい集まるらしくて、ヤヒコってさの結構水辺というか小川とかそういうのいっぱいあるじゃないですか。でお化けってそういう水場に集まるらしくて、だからヤヒコって神社と水場とってやばいじゃないですか。だから割といるっぽいですけど、私はヤヒコ好きなので。劇場の上手も見えるらしい。待って、そうなの？怖いんだけど怖すぎますけど。それはだから夜のねヤヒコあんまり行かないように。でも紅葉のライトアップ行きたいんですよ。ちょっと怖いよね。でもこんばんは。ねえ本当に綺麗だよねあれ。
ちょっとハロウィンっぽい話をしたところで。なんか私高校生の時に最高なサボり方をしたんですけど、あのみんなおなじみ軽トラちゃん、ドライブに軽トラできたこと、あの毎朝学校一緒に行ってたんですね、待ち合わせして。で川沿いを歩いてたんですいつも。でちょっとめんどくさくなって、学校行くのちょっとサボっちゃわないってなってサボっちゃわないってなって、そのマック行ったんですよ。マック行って、で、あ、怖い話じゃないよ、あの三元から行こうって、三元数学だから三元から行こうってなってマックにいたんだけど、三元の時間になっても行く気がもうなくなっちゃって、そうでどうするってなって、あ、弥彦行こうってなって電車で弥彦行ったんですね。でそこでまあちょっといろいろあって、うちらもで疲れてたんですよ。でそしたらですね、あの弥彦のね、なんてお店だったっけ、ちょっと名前はね覚えてないんだけど、ガラス屋さんとかいろいろ並んでるお店あるじゃないですか。そこの一番奥だったかな、奥の方にあのカフェがあるんです。ちっちゃいカフェっていうか、そこにコーヒー味のアイスがあって、で美味しそうだねって見てたら、多分観光客のおじちゃんがめっちゃ美味しいからあの食べなって言われて、あのチケット2つ買ってくれたんですねそうで2人で食べてアイスを。でね、ちょっと嫌なことあったけどね、こういういいこともあるねって話してたら、そうそのテーブルになんか、なんていうの、ポエム的なものがあって、それが疲れた時にはほっと一息みたいなことが書いてあって、なんか今日弥彦来てよかったねってなった思い出があるので、そっから弥彦大好き。ゆうかは真似しないね確かに。刺さったね。でもあの日々はもう戻ってこないだろうな。もう高校生じゃないから、あー悲しくなってきたもうさ、一生さ未練がすごくて、もっとね、いろんなことやっとけばよかったな。JK は午前中寝られませんよ。私は授業中寝てたので寝れてました。私本当にロングスリーパーだと思うんだけどさ、あのえって思ったのが、あの一限から昼休みになるまで一度も目を覚まさなかった事件本当にやばいでしょ。どこでも寝れるし何時間でも寝れるんだよね本当に。なんで誰も起こしてくれないのって感じだし
本当に私学校家だと思ってたからさ、もういろいろ持ち込んでたよね、毛布とか箱ティッシュとか箸とかふりかけとか お弁当じゃないですか高校って。で私のお弁当は割とふりかけがかかってないことが多くて、100均で買ったふりかけをあのロッカーにしまい込んで、お昼休みになったらロッカーからふりかけを取ってふりかけかけて食べるっていうことをしてたり、ドレッシングも持ってきてる子いたし、ロッカーにドンってドレッシング置いてあるとか、あと私は箸をね持ってくのがめんどくさくてとか、あのお箸忘れてわーってなってる子がよくいるから、100均で割り箸がいっぱい入ってるあるじゃないですか、それを買ってロッカーにぶち込んで、あの友達が箸忘れた時とかに、あ私のロッカー箸入ってるよ言って、割り箸屋さんかなみたいなことをしてたり、箸はさすがに無料本当に自由だよね高校生って。それらのものを収納できていたのがまたすごい、そうそんなにね大きくないロッカーなんだけど、あの本当に使わない使わない教科書を家に持って帰ってカラッカラにしてた。本当すごいこと思いつくよね。うん。私はもう置き勉してたからね。机の中に教科書類は全部入れる。高校生戻りたいな。え、それなすぎてやばいそれな、新潟県ってさ、新潟県じゃなくて新潟駅ってさ、めっちゃさ高校生いっぱいいるじゃん。本当に羨ましいと思う。この前さスタバでさちょっと作業したいなって思ってスタバ行ったら高校生が勉強してて、あいいな。
タバで勉強とかやってみたかったな。グッてきたのがこの前マックに行ったらね、あの高校生の男の子たちの集団がね、マックのあのテーブルめっちゃいっぱいいて、男の子たちがマックのテーブルを囲みながら、お前誰狙ってんの。いや俺はやっぱ何組のみたいな、そういう話してて、とかなっちゃったりして、いいなそういうのって、いいなって思いながら見てた。甘酸っぱすぎてもうあの楽しんでくれ、幸せになってくれって感じ。いいな、それな。男の子がさ恋バナってさやばいよね、可愛いよね。なんか女の子がしてても可愛いってなるけど、男の子がしてるのってなんかすごく甘酸っぱくていいですよね。今は勉強したりしないの。勉強嫌い勉強嫌い。授業中に手紙回してたりした。したでも見つかって怒られたことある。送られて友達いましょうと言ったことある。うん、そもそも告られた経験があんまりないんだけどさあの振るときは、振るときはね、普通にごめんで終わる。こんにちは。なんか変にこう傷つけないようにいろいろ言ってもさ、逆になんかこう気まずくなっちゃうとかあるかなと思って。陣中を書きながら、ごめんって言うだけとか でも私のことを好きになるって普通にセンスないと思うセンスないと思うんだよね。クラスにこんな子いたら男子はたまらんやろ。いやそんなこともなくてですね普通にねあの生活してたね。しかも私一回ね言われてるからね、顔でカバーしきれてないからってどういうこと。顔でカバーしきれないくらいさ、私そんななんかしたっけみたいな騒ぎすぎ。ネガティブな考えをしない方がいい。いやいやいや違う違う違う、私は別に私じゃないからそれ言ってるのそれ聞いた時はもう笑っちゃったね。なんでとかじゃなくて、
だよねって思ったけど。本当に私は言われてた、黙ってれば可愛いのにって、口を開いたらもうダメだよって。そんなに、まあ確かに、まあ掃除の時間にモップをマイクスタンドみたいにして、熱唱したりしてたけど、してたけれど、もう、ほうきをギター代わりにして熱唱とかしてたけど、それ今も楽屋でして、してないです、楽屋では。本当の自分をね、さらけ出せてないんで。本当の自分さらけ出せ、ベイベイ。楽屋番長じゃない。え、違いますけど。普通に違いますけど、4期で楽屋で一番面白いのは誰？私、モテたい人生だったな。面白いこと好きそう。大好き。面白い女大好き。面白い女。面白い女大好き。こんばんは。芸人に興味ある？うん、正直あんまりないかも。私身内ネタが大好きで。でも私は割と、クラスみんな仲良くしてたよ。なんか怖そうって思われてるのか分かんないけど、なんか私自分のことコミュ障って思ってたけど、意外と私普通に喋れるかも、人と。案外平和主義者だからね。案外ってなんやねん。コミュ障というか人見知りなだけなんだよね。
なんか多分コミュ障というか、私は人見知りだから、その新学期とか最初の方はおとなしいから、口を開かないから可愛いって言われるけど、後半になって慣れてきてめっちゃ喋るようになると、口開かない方がいいよって言われるっていう。そう、印象が全然違うらしい。なぎちゃんパリピじゃないんだよ。なぎちゃんはね、人見知りだからね、後々ね、どんどんね、本性がね出てきちゃって、うわ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 、でもさ、後輩にはモテてたし、モテてたも、まあうん、モテてた、モテてたっけ。まあなんか確かにあんまり関わりない人に好かれることが多いかも。でもなんかマネージャータイプには見えない。いやいや、ゴリゴリマネージャーだったんですけど。こういう本当にこういう可愛いマネージャーではなく、本当にちゃんと髪の毛を一つに結び、泥だらけになりながらボールを追いかけ、日焼けして真っ黒になり、汗ダクダクでもう化粧しないみたいなマネージャーでしたよ。マネージャーって言ったらね、可愛いっていうねイメージがねあるかもしれないけど、ただ真っ黒になるから普通に。マネージャー首？どういうこと？私首になったことないけど。何部のマネージャー？サッカー部のマネージャーだよ。すごいでしょ。モテてそうでしょ。モテないけど。あわわ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 わ。ありがとう。骸骨みたいなやつ。ボール磨きはしてないよ。ただボール十何個あるんだけど、空気入れてシュッシュッシュッって毎日やんないとね。それが大変だったかな。結構力仕事なんですマネージャーって。大変なの。そう、なんか割と新入生とか、私も憧れて入った一人なんだけど、新入生とかがそのマネージャーちょっとやってみたくてって見学とかに来てくれるんだけど、実際に仕事見てやっぱ辞めるっていう。なんか私は結構勢いで入ったのね。だから見学とか全然行ってなくて、全然どんな風に進めるかとか分かんなかったんだけど、普通になんかもう入部しちゃってやるしかなくなっちゃって。なんか始めたなら中途半端に終わりたくないから、結局最後までやったけど、本当に大変だった。やり通したのすごいよね。ずっと休みたい休みたいって、やめたい、めっちゃ思っててやめたいって、けど
辞めた後選手とか他のマネージャーの子と気まずくなるのも嫌だし、なんかもうここまで来たなら最後までやろうと思ってやりました。そしたらね、卒業式でね最後のミーティングがあったんだけど、なんか全然私の活動に興味ないって思ってた後輩の子が、あの部室に飾るのでサインくださいって言って、サインなんかちゃんとこういうサインの紙持ってきてくれて、それがめっちゃ嬉しかったな。あ、ねえこれジャックオランタンって言うんだ、かっこいい名前だった、かぼちゃって言おうとしたんだけどさ、ありがとう。なにかわいいこれナイスナイス。そう、それでなんか今まではずっと俺らのアイドルでいてくれたけどこれからは世界のアイドルとして頑張ってくださいって言ってくれて、めっちゃ嬉しかったな。思い出。世界の凪ね、本当に嬉しかった。今日はね6時半までだから、あともうちょっと。でも私学校であんまりアイドルしてることバレたくなくてね、あのあんまり言わないようにしてたんだけど普通にバレてた。わあ、なんか6位になった、ありがとう。まあ、あと20分でやめちゃうんだけどね。なんかさ、初めてこの時間にやったんだけどめっちゃ初訪問の人が多い。嬉しい。テロップが効いてる確かに、えってなるよね。顔面拝ませる、何の話。みんな私の顔面拝みに来てるのね。そう、明日はね朝配信しようかなと思ってるんだけど、起きれるかな、本当に朝苦手。私朝苦手すぎてさ本当にまあハートありがとう。朝配信するの、なんでそんなびっくりするの5時無理、起きれない、せめて7時。昼でもいい、そう昼って思ったんだけどさ、昼ってさ昼やるとしたらさ何時ぐらいがいいんだろう。いるって難しいよね。11時微妙すぎて死んじゃった12時1時頃、なるほど。
朝って午後2時くらい、あ、バレててやばい、私今日おはようっていうチャットを2時とかに送ったんですよ。じゃあ12時1時にしようかな明日。朝やって12時1時にやって夜またやるっていう感じ。12時ってお昼休みなんだね。バランスいい、バランスいい、ほんと？違う、ちみます。いいでしょう、そういうことはね、学生のうちにしておかないと。授業中寝るとか、授業中学校用の iPad で YouTube 見るとかね、言っとかないと。私はあの学校用の iPad であのワイヤレスイヤホンをして、あの YouTube を爆音で見てたら音漏れをしてて先生に怒られた思い出があるので、皆さん気をつけてください。関の山音漏れ。あ、すいません。音漏れ、はっ、ごめんなさい。あのね、バレたらね素直に謝る、言い訳しない、これが私のやり方。こら、好きな山。そのヤンキーみたいに言い方されるの、あのね、おじいちゃんにね怒られた、倫理のおじいちゃん先生に。本当に、うん、本当になんかもうね、よぼよぼよぼよっていうおじいちゃんに、関の山音漏れ。って言われて、やばい、そんなに聞こえてたんだ。焦っちゃった、どうしよう、この配信見てたら。ごめんね、リンリンの先生、あの時はあのどうしても見たい動画があって。巻き舌なの、そう、お友達注意されたってことは見てること自体はスルーなの、多分ね、スルーしてる、あのバレてんだけど、みんな見てるから YouTube。でもね、もうね、みんな諦めてると思う。だってさ、そりゃさ、目の前に iPad だったらさ、YouTube 見ちゃうじゃん。見ちゃうじゃん、YouTube。いや、あの時はね、ちょっと焦ったよね。完全にバレてないと思ってたからね。いや、私今日朝ちょっとしんみりしたメールを送ったんだけど、みんなが本当に素敵な返信をしてくれるから、もうね、涙出ちゃう。待って、私ヤンキーギャルじゃないからやめて、私ヤンキーじゃないしギャルでもないからやめて、違うから。みんなの返信があったかくて、あのすごくいい眠りにつけました、二度寝。
今日の夜は何時からやるって言ったっけ、あ、10時から11時にまたやるんですけど、あのまたまたやろうと思ってて、みんなでゲームしましょう。ね、そう、10時からはね大人の時間なので、100%にしておきました、充電を。ドラクエします、ドラクエというかレベル上げします、話しながら。ワクワク、楽しみ。ゆるっと雑談配信で、カラオケ配信をねしたいって思ってるんだけど、イヤホンが壊れてるからママにね借りようと思ってて、でもいつできるか。4期生ですか？4期生です。4期生のセクシーお姉様担当です。あれ4期生のセクシーでキュートで美学でスタイルがものすごく良くて、あれ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 、自称面白い女だって、私真剣に言ってるのに私何度でも言うから、初見の人が来たらもう何度でも言うから、私はセクシーの4期生のセクシーお姉さん担当ですって何回でも言ってやりますよ。あげ。皆さんね、あのうすうす気づいてるんじゃないですか、私がセクシー担当っていうこと。まあ具体的に言うと、この目とか目とか耳とか口元のほくろとか割とセクシーなんじゃない、知らないけど。ん面白い女、おかしいよね、顔だけ。いや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 、この溢れ出るお姉さん感、ダメだ頑張ってください。はい、頑張ります。もうこれ終わったら寝てやる絶対に寝てやる。
なんかさ、前まではさ1時間半の配信なんてあっという間だったんだけどさ、もうなんか年なのかさ、めっちゃ長く感じるわ。3時間ぐらい喋った気分。歳なのかな。最高何時間？半日？ドッキリで競うのもなんかな。わかる。やだよね本当に。まあこんなことでさ4期の空気が悪くなるとかそういうことはないけども。4期はね、絆がね、すごい強いので。私4期大好き。私の4期愛舐めないでほしいね。4期、私は4期が革命を起こすって信じてるのまだ4期が絶対にこの状況を変えるからって思ってる。そんな感じがする。4期生の個人 SNS 本気で解説してほしいよね。ねえ思います本当に。でもねきっと変わる。私はね絶対変わると思ってるから。よし誕生日もっと。13位突破9さんありがとうございます。12位しゅんさんありがとう。11位、あやばい変わっちゃったやばい、どうしよう。13位しゅんさんありがとうございます。12位新潟かずさん。11位スパローさん。10位りんくん。9位よういちくん。8位 D 山さん。7位クリスティアーノ台湾さん。6位りょうさん。5位アイナちゃん。4位ぶんちゃん。3位りょうすけさん。2位メープルナーク。1位シジュカラさんです。ありがとう、ありがとう。長い時間見てくれて、あそんな長くないわ、1時間半。また10時からやるので遊びに来てくれると嬉しいです。ゲームしますゲームというかドラクエのレベル上げするのでぜひ来てください。またね。待って何時だ、まだ2分あったわまだ2分あった。ドラクエレベルいくつ？99レベルなんだけど、まだボス倒せてなくて、ボス倒せてないのに、あの2回目2周目をしようとしてて、2周目の方はまだ8レベルとかどういうことって感じだよね。開始が5時2分だった。なんだと？じゃあ夜の方にバトンタッチ。
クショタイム、スクショタイムって何だろう。モンスターズ、あのね、めっちゃ迷ってる正直、やるかやらないか。スクショタイム、あ、目つぶっちゃった。ペルソナ？スクショタイムがよく分かってない人みたい。また来てね。半目を上げてもいいの？いいと思ってるの？逆に。またね、もうやめるからね。バイバーイ。また後で。またね、ありがとう。